にちは。今日はお箸折りの仕組みについてちょっとご説明したいと思います。ここのお箸折りの線ってモサモサってなっちゃう方いますでしょ。でここって本当だとここはすっきりピタッとすっきりしてるのが一番いいんですね。でここは1枚になってるんです。ただここのお箸折り通常ですとこういうふうに襟を合わせてくると最初はここは2枚になってもたもたっとこう分厚いんですね。それを中側を折り返してここのお箸折りのところを1枚にすることでここがすっきりするんですね。で今日はそこがどういうふうになっているのか、三角に折り上げましょうってよく先生方おっしゃるんですけど、その三角はどうやって折り上げてるのかをちょっとご説明したいと思います。着付けを先生たちがこう見せてくださるんですけど、一番ここの部分が見えない部分なので今日はここのところをお箸折りのところをクローズアップしてお届けしたいと思います。よろしくお願いいたします。腰紐をしました。そうするとこういうふうにモサモサモサってこんな形にざっくりこうなってると思うんですね。そうしましたらまず脇から自分の脇からですね、自分の脇から手を入れてまず後ろおいしょって一回こういうふうに手を入れるとここがもうおいしょって両方から手を入れてですね、おいしょって一回やるともうここがきれいに後ろのお箸折りの線がきれいに後ろのお箸折りの線ができますね。そうしましたら今度前を向いて自分でこのお襟をね、自分でこのお襟をこうやって合わせますよ。そしたら脇から手を入れて前のお箸折りもおいしょって脇から手を入れておいしょってやります。ここの脇から手を入れておいしょってやるとここの端折りの線もこうきれいに整いますね。きれいに整います。はい。で問題はここからなんです。まずは下前の襟を合わせましょうっていうことになるんですが、いいですか。これちょっと一回ペローンって下ろしちゃいます。そうするとこういう形になってるんですね。そして襟をどうやって合わせていくかっていうと、このように襟を合わせてきて、はい、このように襟を合わせてきて、ここ何センチぐらい出そうかなって合わせてきたら、この後輪ベルトでおっぱいの下あたりです。ここをピーッと襟の筋目を引いておっぱいの下あたり、襟をこういうふうに合わせてきましたら、おっぱいの下でパチンとしたら、ここを起点にこのように斜めに折り上げちゃいます。はい。このように布目を通してください。こんな形です。このようになってます。これはこんな下がってませんからね。普段はこういうふうにかかってるわけですから、はい。そうしましたらば後ろからぐいーっと回してきて、後ろからぐいーっと回してきて、はい、これを回してきてお襟の幅を合わせますね。はい。お襟の幅を合わせて自分で鏡を見ながら襟幅はいいかなって、襟はピーンと張ってますかっていうところをしっかり見てですね、はい。そしたらこっち側もここでパチンと止めます。はい。こっち側もここでパチンと止めます。はい。そうすると、はい、そうするとお襟がどうでしょうか。ピタッと合いますよね。はい、このような形になりました。お襟がこのような形になりました、はい。そしてここが1枚、ここがすっきりしてますね。1枚になってすっきりしてます、はい。そこへ伊達締めです。はい。襟がすっきりしてるところに伊達締めをしていきます。
伊達締めを締めてこのような形になって、ここのお箸折りのここが1枚になってすっきりするんですね。伊達締めを締めるとこのようにすっきりします。はい、こんなような形にすっきり切れるってことですね。今日はこのお箸折りのここの下側、胸周りですね、お箸折りの下側ですね、今日はこのお箸折りの下側、お箸折りの下側の処理の仕方をお勉強しました。斜めに折り上げて、斜めに折り上げて、後輪ベルトをはめて、斜めに折り上げて、また後輪ベルトをはめる、でそこの上に伊達締めをこのように締めるということになりますね。はい、そうするとこのような形になります。こんな形で綺麗に切れました。でおしわなんですけれども、ここのおしわはこうぐーっと後ろの方に隠していってください。でまたここのね、お箸折りのしわの取り方についてはまた別の機会に、また長くなってしまいますので別の機会に、お箸折りのここの腰回りのお箸折りのシワの取り方はまた別の機会にやりたいと思います。今日はお箸折りの下側がどうなっているのかというところをお勉強させていただきました。はい、どうもありがとうございました。はい、今日私が着てるのは前回着ていました、お直しに出した一重のお着物です。今日はね、もう外が17度なんですね。なので一重を着ています。そして中は嘘つき襦袢ですね。お袖がついてない、お袖がないのを着ています。お袖もね、今日はもうちょっとお袖も暑いなと思ったので、お袖がないものを着ています。お袖がないものに、襟がついているものを着ていますね。はい、で帯結びはカルタ結びにしてます。お家の中で過ごすのに本当にこれだと邪魔になりませんので、今日はカルタ結びをしています。はい、今日のコーディネートはこんなでした。どうもありがとうございました。また見てください。